マルクス・カエキリウス・メテルスは、プレブス出身の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前115年に、執政官を務めた。カエキリウス・メテルス家、ケーズ・カエキリウス・メテルス家の出身。伝説によれば、カエキリウス氏族は、火の神ウールカーヌスの息子で、プライネステの建設者であるカエクルスの子孫とする。メテルス家は、紀元前3世紀の初めに、 元老院に議席を得た。最初に執政官となったのは、紀元前284年のルキウスカイキリウスメテルスデンテルである。パトリキであるセルイリウス氏族と協力し、メテルス家は紀元前140年代から元老院における最も有力な家系となった。特に紀元前123年から紀元前109年にかけては6人の執政官を出している。 マルクスの父も祖父もプライノーメンはクイントスであるが、父は紀元前143年の失政官、クイントスカエキリウスメテルスマケドニクス、祖父は紀元前206年の失政官、クイントスカエキリウスメテルスである。お父に、ルキウスカエキリウスメテルスカルウス、いとこに、ルキウスカエキリウスメテルスダルマティクスと、クイントスカエキリウスメテルスヌミリクス、兄弟に、 ガイウスカエキリウスメテルスカプラリウス、クイントスカエキリウスメテルスバリアリクス及び、ルキウスカエキリウスメテルスディアデマトゥスがおり、いずれも失勢官を務めている。メテルスが歴史に登場するのは、紀元前129年のことである。父マケドニクスの性敵であるスキピオアエミリアヌスが、休止すると、マケドニクスは、生前の敵対関係にもかかわらず、 彼の息子たちに葬儀に参加するように命じた。メテッテスは紀元前127年頃に造兵官として政治の道を歩み始めた。彼が鋳造したデナリウス銀貨が残っており、片面には像の頭を持つマケドニアの盾が、もう片面にはローマかアポローンが描かれている。またセミス動画も現存している。 銀貨と同じく片面にはマケドニアの盾、もう片面にはユーピテイルが刻まれている。その後遅くても紀元前118年に法務官を務めた後紀元前115年に執政官に就任した。同僚執政官はマルクス・アエミルス・スカウルスであった。メテルスはサルディニア及びコルシカ族州を担当することとなった。紀元前114年から 紀元前111年にかけては、全執政官として、コルシカサルディニア属州の総督を務めた。この間に、サルディニアで反乱が発生し、メテッドスは、この鎮圧のために派遣されて勝利し、紀元前111年7月15日には、外戦式を実施している。同日には、弟のガイウスカエキリウスメテルスカプラリウスも、 トラキアに対する勝利を祝して凱旋式を実施した。ありがとうございます。